汚れちまった悲しみに。ガチンコ男事件。おっす、ミスタイムさん、いつも動画を送っていただきましてありがとうございます。ごっちゃんです。で、今日はね、ミスタイムさんにねちょっとした報告と、新しいトレーニング器具を買いましたんで、それをちょっと見てもらおうかと思ったんですよ。まずはね、新しい報告。男塾といえば刀ですね。これ模造刀なんですけども、結構ね、本物っぽくってかっこいいでしょ。こう、彫り物がここにもあったりね、つばもきちんとつけられていて、脇差しもあって、こう2本、ね、長いダンビラ、こんな感じですね。桃太郎って感じがするでしょ、これ。こういうね、大臣バレン制覇でも、なんですかね、天朝五輪大舞台でも活躍するこの剣でございます。ところがね、これ結構重いんですよ。重くって振りかざすのに手首、この柔軟性スナップとね、あと強靭な手首の強さがないと、これ振ったらね、手痛めるんですよね、結構ね。ということで、トレーニング器具です。実は以前から持ってたんですけども、この度ね、やっと使うことができます。こういうやつ、このグリップを買ったんですよ。その先っぽにこういった重りをつけて、どうやってやるかと言いますと、もうご存知だと思いますけども、こういうふうに握ってね、ただただこうやるだけです。くるくる回して巻きつけていく。とこうなったら、往復今度は下ろしていく。こうやって1往復やるだけでもうね、手首がもうパンパンです。これを1日10回やろうかなと思うんですけども、いかがでしょうか、このトレーニング法。またコメントいただけたら嬉しいです。それじゃあね、全てのことは基本に忠実、衣食住、そして穏やかな心ね、これ大切だと思います。で、やっぱりね、忙しい時期に入っちゃったり、まあ、繁忙期もあれば閑散期もあったりとかしてね、いろいろ難しいですけど、特にミスタイムさんのところは緊急事態宣言発出されて、何かとざわついてるんじゃないですかね。でも、まあ、日常生活あんまり変わんないような気がするんですよ。いい加減ね、もう緊急事態って言ってもみんな飽きちゃったのかなと思いますけども、私の住んでる田舎町ではあまり動きはないですね。なんかこの1年ね、あんまり変わってないですね。まあマスクをする人が増えたかなっていうことぐらいで、あとは案外ね、田舎暮らしはそんなに変わんないですね。こうやってぐるっと1年間見てみます。このなんか地域差、温度差ってのは何なんでしょうかね。ちなみにオリンピックあるかどうか分かりませんけども、ガチンコ男塾では俺たちの心のオリンピックをやっておりますね。ミスタイムさん、そこんとこよろしく。ということで、今回は刀ね、この辺をちょっと買いましたんで、またね、その男に磨きをかけようと思います。そこんとこよろしく、よろしく。好きなものほど取り上げられ、うつむく癖がついた。